全国のポケモンファン、全国のポケモントレーナーの皆さん、はじめまして。ポケモンリーグ公式攻略ビデオにようこそ。このビデオはポケモントレーナーの最高峰ポケモンスタジアムカップを目指す君たちに送る最高の攻略ビデオだ。ポケモン初心者から上級ポケモントレーナーまで納得のいく情報の数々、じっくり堪能してくれよ。君たちポケモントレーナーの甲子園、ポケモンリーグ。これは第1回ポケモンリーグとして1997年行われた大会が元になっているんだ。では早速、気になる大会ルールや今後の予定を詳しく解説しちゃう、このコーナーから。去年の任天堂スペースワールドで開催された第1回ポケモンリーグが元になっていて、今回ポケモンスタジアムカップではルールが一部変更になっているんだ。そのため前回参加した人も変更点には注意しよう。大きな変更点は、前回のポケモンリーグではレベル50制度だったけど、今年のポケモンスタジアムカップでは任天堂64のポケモンスタジアムを使ったレベル30制度になった。それに伴い、ポケモンスタジアムカップではバトルに適しているポケモン33体の中から出場ポケモンを選ぶんだ。ポケモンスタジアムカップ、エントリー可能ポケモン33体は後ほど紹介するとして、大会ルールを紹介しよう。今回のポケモンスタジアムカップでは、大会にポケモン6体をエントリーさせ、その中から3体を選んで対戦を行うんだ。対戦中の眠りや氷などの状態変化は同時1体ずつまで。最後のポケモンで自爆や大爆発をしてはいけない。さらに時間制限が加わり、持久戦にも変化がありそうだ。また不正なデータ使用に対するチェック機構があり、不正者には厳しい罰則が適用されるぞ。さらに99年以降にもポケモンリーグは行われていく予定。今後に備えてみんな頑張ろう。新ルールになってますます盛り上がるポケモンスタジアムカップ。お次はいよいよ大会エントリー可能ポケモン33体を大紹介。このコーナーでは、今回のポケモンスタジアムカップでエントリー可能のポケモン33体を紹介する。早速ポケモンナンバー順に紹介だ。ポケモンナンバー15番スピア、22番オニドリル、25番ピカチュウ、31番ニドクイン、34番ニドキング、51番タグトリオ、57番オコリサル、59番ウィンディ、65番フーディン、68番カイリキー、76番コローニャ、82番レアコイル、91番パルシェン、94番ゲンガー、95番イワーク、97番スリーパー、101番マルマイン、103番ナッシー、113番ラッキー、115番ガルーラ、121番スターミー、123番ストライク、124番ルージュラ、127番カイロス、128番ケンタロス、130番ギャラドス、131番ラプラス、132番メタモン、134番シャワーズ、135番サンダース、136番ブースター、142番プテラ、143番カビゴン。大会出場ポケモン33体はチェック OK かな。これでルール紹介はバッチリ。いよいよポケモンスタジアムカップの攻略に入るぞ。その前にこいつを見てくれ。ポケモンスタジアムカップ、エントリー可能ポケモン33体のうち5体を詳しく紹介。まずはスピアからニドキングまで。ポケモン紹介1番手はスピア。虫タイプポケモンなので、エスパータイプに対して力を発揮。ミサイル針の威力はなかなかのもの。2番手はオニドリル。覚える技がノーマルタイプと飛行タイプに偏るので、やや力不足。あまり出番はないかもしれないね。お次はみんなおなじみのピカチュウ。
愛いけれど能力は今一つといった感じ。どうしてもという人は技マシーンで強化しよう。覚えられる技がとても多彩で、なかなかの実力者二度クイーン。技マシーンを使えば強力な地面タイプポケモンに変化するぞ。ニドランを押すの最終進化形態ニドキング。ニドクイーン同様に技マシーンを使えば強力なポケモンに早変わり。いよいよこのビデオのメインコーナーだ。ポケモンスタジアムカップを徹底攻略するぞ。上級トレーナー目指しまっしぐら。ポケモントレーナーのみんな準備はいいかい？早速攻略に突入。あ、でもポケモンスタジアムカップで対戦するにはポケモンが必要ですね。確かに。まずはポケモンを集める前にポケモンをゲットするポイントを解説しなくちゃな。それでは早速レッツゴー。みんなと同じようにポケモンには得意なことや不得意なこと、さらには持って生まれた才能などがある。だから同じピカチュウの中でも力自慢や素早いやつ、我慢強いのもいる。そんな中でも最高のポケモントレーナーを目指すためには最高の才能を持つポケモンをゲットしなくてはいけない。でも才能だけで勝つことはできない。天才的なポケモンでなくても地道に努力することで天才的なポケモンに負けない力を発揮することだってできるんだよ。それでは実際見てみよう。ポケモンスタジアムカップを目指すポケモントレーナーとしてポケモンの才能を見極めて努力して素質を伸ばしてやること、それは当たり前のことなんだ。同じポケモンでも才能によって差があるんだ。才能も大切だが努力によって素質も伸びる。大事なところだぞ。ポケモンスタジアムカップ、エントリー可能ポケモン33体のうち6体を詳しく紹介。ラグトリオからゴローニャまで。大会参加可能地面タイプポケモンで一番素早いのがこのラグトリオだ。育て方によってはあのマルマインよりも早く動けるぞ。お次はノーマルタイプに強い格闘タイプのポケモン、オコリザル。大会で猛威を振るうケンタロス対策にいかがでしょうか。ポケモンワールドでは今一つの実力の炎タイプポケモン、そんな中からウィンディが大会にエントリー。相性の悪さから出番はないかも。大会参加ポケモン中最高の特殊能力を持つフーディン。素早さも高く、トレーナーの使用率は全ポケモン中 1,2 を争うほど。攻撃力だけなら誰にも負けないのがカイリキー。技マシンを使えば意外な技を覚えるので面白いかも。最後は岩地面タイプポケモン、ゴローニャ。電気タイプに強く防御力は高いが実力的には今一歩といったところ。ポケモンをゲットするポイントは理解できたから、早速ゲットしに行きましょう。ちょっと待った。ポケモンの戦いは一対一の真剣勝負。対戦で先手を取るのがいかに重要か容易に想像できるはず。素早いポケモンを集めよう。また多彩な技を扱えるポケモンはどんな敵にも対処できるんだよ。そこでポケモンリーグ公式攻略ビデオではいくつかおすすめのポケモンを用意したぞ。攻略ビデオ1のおすすめポケモンはケンタロス。平均的に能力値が高く、技マシンを使用すれば様々な技を習得するぞ。ノーマルタイプのポケモンなのでこれといった弱点もなく、ノーマルタイプの技破壊光線や電気タイプの10万ボルト、地面タイプの地震、氷タイプの吹雪などを贅沢に覚えさせれば、まさに最強のポケモンと呼んでも恥ずかしくない力強い味方になるはず。ポケットモンスターの赤、緑ではサファリゾーンで、青バージョンではトレーナーとの交換で手に入るぞ。
お次は大会参加ポケモン中最高の特殊能力を誇るフーディン。ケイシーがユンゲラーに進化した後に交換することでフーディンに進化するこのポケモン。比較的低いレベルでケイシーが手に入るので期待がえのあるポケモンだ。サイコキネシスが急所に当たれば大抵のポケモンは一撃で KO だ。24-25番道路に生息しているぞ。最後は世界最速のポケモンマルマイ。電気タイプポケモンなので10万ボルトや電磁波といった技を覚えると対戦がより有利になるぞ。さらに大爆発を使えばかなりの確率で相打ちに持ち込めるぞ。対戦時の先方に出すポケモンとして活躍すること間違いなし。進化前のビリリ玉が9番道路によく出現するぞ。ゲットしよう。ということでポケモンをゲットしに行こう。ポケモンスタジアムカップエントリー可能ポケモン33体のうち5体を詳しく紹介。レアコイルからスリーパーまで。レアコイルは電気タイプポケモンにしては素早さが低く特殊能力が高い。そのため10万ボルトなどはなかなかのダメージになるぞ。氷・水タイプポケモンのパルシェンは大会参加ポケモン中最高の防御力を持っているんだ。吹雪を覚えれば強力なポケモンに早変わりするぞ。シャドウポケモンのゲンガーは特殊能力も高く素早いというかなりの実力者。技マシンを使ってサイコキネシスなどを覚えるといいぞ。イワークは防御力が高いけど耐久力が大会参加ポケモン中最低値。素早さも低いため相手の攻撃に耐えられないかも。エスパータイプのスリーパーは特殊能力が高いのでサイコキネシスを使えばかなりのダメージが期待できる。強敵は眠らせるのもいいかも。さて攻略ビデオおすすめポケモンもゲットできたし早速レベル30まで育てましょう。おっとここまで来て焦ってはいけないな。ポケモンはただ育てれば良いというものではないぞ。実はポケモンを育てるには2つのポイントがあるんだ。つまりこの2つのポイントを抑えればポケモンを育てるのは完璧ってわけさ。まずポケモンは低いレベルから育てよう。高いレベルから育てるより断然強くなるんだ。この時レベル3のコラッタなどレベルの低い野生のポケモンを地道に倒して育てると楽をして育てるより強力なポケモンになるぞ。時輪の森で捕まえたレベル3のピカチュウを地道に育てた場合と無人発電所で捕まえたレベル24のピカチュウを同じように育ててレベル30まで上げるとこんなに差が出るんだ。地道な努力って大切だね。さらにポケモンの成長には秘密があるんだ。それは薬を使うタイミング。能力アップの薬は早い時期に使った方がポケモンの素質をより伸ばせるんだ。薬を最初に使用して育てた場合と薬を使わなかった場合ではこんなに能力値に差が出るぞ。ご覧の通り見えないところで差が開くのが分かっただろ。皆さん分かりましたか。ポケモンリーグ公式攻略ビデオまだまだ攻略は続くぞ。ポケモンスタジアムカップエントリー可能ポケモン33体のうち6体を詳しく紹介。マルマインからストライクまで。マルマインは世界中で一番素早いポケモン。きちんと育てればポケモンリーグで貢献すること間違いなしの強者だぞ。ナッシーは大会参加率の高い電気や地面タイプのポケモンに強い草タイプポケモン。特に特殊能力が高く安心して使用できるぞ。ラッキーは卵産み影分身のコンボが使える持久戦が得意な手強いやつ。耐久力も高いので侮れないぞ。ガルーラはノーマルタイプポケモン。技マシンを使えば強力な技をたくさん覚えるぞ。対戦中のグラフィックも可愛いので一度は見てみよう。水エスパータイプのスターミーはいろいろな作戦に対応できる実力者。持久戦や打撃戦どちらでも OK だ。ストライクはポケモンワールドでは相性の悪い虫タイプポケモン。飛行タイプもついているので電気タイプポケモンに気をつけよう。さて
ポケモンスタジアムカップに向けての準備もあと少し。しっかりついてきなさい。さあ、対する技の威力は大事だけど、命中率はもっと大事なんだ。なぜなら、どんな攻撃も当たらなければ効果がない。さらに相手にステータス異常を引き起こす技やポケモンと同じタイプの技を覚えさせればより強くなるんだ。まず命中率の高い技として電気タイプの10万ボルト、エスパータイプのサイコキネシス、地面タイプの地震などがある。これらの技は威力も高く命中率 100% なんだ。めったなことでは外れないぞ。さらにステータス異常を引き起こす技として相手を麻痺させる電磁波、毒状態にする毒毒、よし効いているぞ。相手を眠らせるエスパータイプの技、催眠術などがあるよ。おっと、ここは動けません。ここでどのような攻撃。最後に各タイプおすすめ技は、氷タイプの吹雪、水タイプは秘伝マシンで覚える波乗り、ノーマルタイプからは攻撃力抜群の破壊光線といったところだ。この3つの要素を全て習得してこそ真のポケモンマスターへの道が開かれるんだ。以上。いよいよ次は対戦攻略。さあ対戦攻略だ。ますます目が離せないぜ。しっかりついてこいよ。それではポケモンリーグ公式攻略ビデオ記念特別エキシビションマッチスタート。さあ始まりました、ポケモンリーグ公式攻略ビデオ記念特別エキシビションマッチ。数多くの名勝負が残されたこのスタジアムでポケモン対戦を極めし鉄人対新進気鋭の挑戦者、一体どんなバトルが繰り広げられるのか大変興味深い一戦です。そうですよね、挑戦者も腕に自信があるようですが、鉄人もこの2つ名は伊達ではありませんからね。挑戦者がどんな策をぶつけるのか非常に楽しみです。おっと、そろそろポケモンファイトの時間が迫ってまいりました。スタジアムのボルテージは最高潮。早速ここポケモンリーグ公式攻略ビデオ記念特別エキシビションマッチ会場より鉄人対挑戦者白熱のバトルを実況したいと思います。まずは第1回戦、鉄人挑戦者はそれぞれどんなポケモンを出してくるのでしょうか。鉄人はさすがにバランスの取れた構成ですね。持久戦、短期決戦、どんな作戦でも対応できると思います。挑戦者の構成はいかがですか。ちょっとタイプが電気に偏りすぎていますね。地面タイプのポケモンが出てきたら手も足も出ないまま終わる可能性もありますよ。なるほど。おっと、バトルに出すポケモンがそれぞれ決まったようです。先方に出すポケモンによって対戦の主導権が握れるかが決まりますからね。読みが重要になってきますよ。おっと、鉄人はダグトリオを出してきた。対戦挑戦者はなんとマルマインです。電気タイプのポケモンは地面タイプのポケモンにからきし弱いですからね。これは挑戦者厳しい戦いになりますよ。しかし挑戦者が出してきたマルマインはポケモン一素早いポケモンと言われてますからね。両者ポケモンへの指示が終わったようです。先手はどちらだ。おっと、これはなんとダグトリオが先手を奪った。地震が炸裂、これは強烈、マルマイン耐えられない。一般的にはマルマインの方が素早いと言われていますが、鍛え方によってその差をひっくり返してしまいましたね。いや、これは驚きました。地震を使ったところがポイントですね。と言いますと、ダグトリオは地面タイプ、技も同タイプで相手に与えるダメージが 1.5 倍、そして相手のマルマインは電気タイプなのでダグトリオからの攻撃は倍のダメージになり、地震も地面タイプの技なのでさらに倍のダメージを受けてしまうことになります。
つまりこの攻撃は通常の攻撃力の6倍のダメージを与えたことになるわけですね。いや驚きました。さあ挑戦者、次はどのポケモンを繰り出すのか。サンダースター、これも同じく電気タイプで素早さがポイントのポケモンですね。しかしダグトリオとは相性が悪いですからね、厳しいんではないでしょうか。さて厳しい状況だが、どう出る挑戦者。おっと、またもや鉄人が先手を奪った。情け容赦なく自信を再び炸裂。挑戦者のサンダースダウン。素早さで負けてしまってはどうしようもありませんね。それにポケモンへの指示の出し方もウィンドウを開くと手の内がバレてしまいます。後がない挑戦者、カイロスの登場だ。どのような攻撃を仕掛けてくるのか。しかしここは素早さで勝るダグトリオが先行だ。今度は岩の誰がカイロスを襲う。効果は抜群だ。カイロス耐え切れるのか。お返しとばかりにハサミギロチンで反撃。一撃必殺の恐怖の技だが、あっと当たらない。さすが鉄人、さまざまなタイプの技を隠し持ってますね。一方挑戦者が仕掛けたハサミギロチン、当たれば一撃で相手を倒せるという大技。命中率が3割程度しかなく、バトルではなかなか決まりません。やはり鉄人が先手を奪った。岩なだれが再びカイロスの頭上に降り注ぐ。カイロスかわせない。ダウン。ここで試合終了。なんと鉄人挑戦者をパーフェクトに退けました。どう思いますか。やはり強いですね鉄人。ちょっとやそっとでは負けません。挑戦者も今回の戦いで明らかになったウィークポイント、どんな相手にも対応できるようにポケモンのタイプを考える、技を選ぶときは攻撃力も大事だが命中率も重視するなどの点を改善すれば、もっといい戦いができるはずですよ。次はもっと頑張ってほしいですね。ポケモンスタジアムカップ、エントリー可能ポケモン33体のうち5体を詳しく紹介。ルージュラからラプラスまで。ポケットモンスター赤や緑では、トレーナーとの交換でしか手に入らない貴重なポケモンがこのルージュラだ。大会参加虫タイプポケモン中最高の攻撃力を誇るのがこのカイロス。一撃必殺の技ハサミギロチンを使えるポケモン。大会参加ポケモン中最強の呼び声高いのがこのケンタロス。多彩な技と平均的に高い能力は、あらゆる対戦に対応する実力を発揮。水ポケモンながら高い攻撃力と多彩な技を誇るギャラドス。素早さが低く先手が取りづらいのが玉に傷。吹雪を有効に使用できるポケモン、それがラプラスだ。トレーナーにもらうことで手に入る強力なポケモンだぞ。第1回戦は鉄人の圧倒的な勝利に終わりましたが、第2回戦はどのようなバトルが繰り広げられるのでしょうか。当然ながら挑戦者も前回のバトルの教訓を生かして作戦を立ててきていると思いますよ。まずはどんなチームを組んできたのかが気になりますね。そうですね。あっと、ちょうどチームオーダー表が手元に届いたようです。鉄人はいつも通り同じポケモンで登録してきていますね。挑戦者の方は電気タイプに偏っていた点が修正されているようですね。いかがですか。オールラウンドに活躍できるノーマルポケモンがいないところがちょっと気にはなりますが、相手のポケモンのタイプを見誤らなければ問題はないと思いますよ。なるほど。さあポケモン選択も終了したようです。ポケモンファイト、レディーゴー。先方はそれぞれ鉄人がマルマイン、それに対して挑戦者は相性の悪いスターミーだ。どうやらポケモン選択の読みは鉄人に軍配が上がったか。やはり鉄人のマルマインが先手を奪って10万ボルトが炸裂だ。これは水ポケモンにはきつい一撃、しのげるか。おっと耐えました。スターミー吹雪で反撃だ。相手を氷漬けにする作戦なのか。あっと残念、ダメージを与えるにとどまりました。
武器は攻撃力も大きい上に3割の確率で相手を凍らせるという恐怖の技です。結果は失敗しましたが、先方のポケモンの相性が悪いというふりを跳ね返すために賭けに出たのは大胆な作戦ですね。しかし次のターン、スターミーは先手が取れないのが分かったのでポケモンチェンジをしてくるんでしょうね。もし3匹のオーダーに入っているなら電気に強いナッシーあたりが出てくるんではないでしょうか。あっと、ここは指摘にあったようにポケモンチェンジだ。出てくるのはやはりナッシー。素早さは低いが電気には強いぞ。スターミーにとどめを刺すべく放った鉄人の10万ボルトがナッシーを襲う。効いていない。効果は今一つのようだ。いいですね挑戦者、冷静な判断ができていますよ。なんとナッシーに対して有効なタイプの攻撃方法がないのか、鉄人のマルマインは破壊光線だ。次のターンに攻撃ができないが大丈夫なのか鉄人。対するナッシーは戦いを有利に運ぶべく催眠術を仕掛けてきた。あっとマルマイン眠ってしまった。やはり鉄人はポケモンを変えてきましたが、おっと早くもエースのケンタロスだ。一気に勝負に出るのか。ナッシーはサイコキネシスだ。出てきたばかりで何もできないケンタロスをナッシーのサイコキネシスが襲う。鉄人はケンタロスの殿下の宝刀吹雪を使ってきますかね。先行はケンタロス、やはり吹雪で的確にナッシーの弱点を突きに来た。おっと急所に当たった。しかも効果は抜群だ。ダウン、これはナッシーたまらずにダウン。挑戦者ついていませんね。次のポケモンはゲンガーです。先手は鉄人のケンタロスだ。吹雪がゲンガーを凍らせんと荒れ狂う。しかも急所に命中だ。しかしゲンガー耐えた、凍りません。お返しとばかりにゲンガーお得意のサイコキネシスだ。おっとこちらも急所に命中。ガンダ戦の様相を呈してきました。本来ゲンガーとケンタロスの素早さは同じくらいのはずなので、いかに鍛えたかの差がここで出てしまいましたね。おそらくこれはケンタロスのレベル30でのほぼ限界値に近い究極のケンタロスなのでは。この点が鉄人の鉄人たるゆえんと言えるでしょうね。厳しい状況になってきましたケンタロス。ポケモンチェンジでしょう。やはりポケモンを変えてきました。毒タイプにはエスパータイプのセオリー通りフーディンです。ケンタロスにとどめを刺さんと放ったサイコキネシスがフーディンにダメージを与えますが、エスパータイプにエスパータイプの技では効果は今一つです。サイコキネシスを連発されると毒タイプであるゲンガーはひとたまりもありません。相手の弱点をつくのがバトルのセオリー。サイコキネシスで攻撃だ。効果は抜群。ゲンガーダメだ、耐えられない。残るポケモンはスターミーのみ。スターミーがフーディンより素早さで勝っていれば接戦に持ち込めますが、ここは何としても先手を奪いたい挑戦者。ダメだ、無情にも鉄人のフーディンが先手を奪ってサイコキネシス。効果は今一つながらこのヒットポイントではスターミー耐えきれない。ここで試合終了です。いかがでしたかこの試合。実に惜しい。鉄人もマルマインは眠らされ、ケンタロスは重傷。最後にスターミーが先手を奪って吹雪を出せていればこの試合どうなったか分かりませんよ。今回は鉄人と挑戦者のポケモンの能力の差が結果を大きく分けましたね。挑戦者もさらにポケモンを鍛えて鉄人と同レベルまで能力を上げることができれば、次のバトルでは鉄人もうかうかしていられませんよ。ありがとうございます。挑戦者のレベルアップをひしひしと感じさせられる一戦でした。ポケモンスタジアムカップエントリー可能ポケモン33体のうち6体を詳しく紹介。メタモンからカビゴンまで。大会参加ポケモンの中でも特殊なポケモンがこのメタモン。対戦相手に変身する、変身という技が使える唯一のポケモンだ。 EV からの3進化によって生まれる水系ポケモンシャワーズ、他にサンダース、ブースターと進化が選べるのでよく考えて進化しよう。EV からの3進化で最も実力のあるポケモンがこのサンダース。マルマインに次ぐ素早さは対戦時に有利に働くはず。 EV からの3進化であまり選択しないのがブースター。炎タイプポケモンは大会では活躍する機会はなさそう。ポケモン研究所で化石から復活させると手に入るプテラ。岩タイプのポケモンなのに岩タイプの技を覚えない、育てるのが難しいポケモンだ。最後の紹介は居眠りポケモンのカビゴンだ。素
早さは低いが、多彩な技と高い耐久力を持つなかなかの実力者だ。第1回戦、第2回戦と挑戦者が鉄人に挑んでまいりました。挑戦者は対戦のたびに腕を上げ、今では鉄人と並んだという噂も聞かれます。この第3回戦は一体どんなバトルになるんでしょうか。第2回戦での挑戦者のレベルアップには目を見張るものがありました。ひょっとしたらひょっとするかもしれませんよ。炎渦巻き鳴き声を轟くポケモンリーグ公式攻略ビデオ特別エキシビジョンマッチ第3回戦、いよいよ始まります。両者ともに前回とさほど構成に変化はないようですが、そうですね、見た目には挑戦者がオールラウンドプレイヤーであるケンタロスを入れてきた程度でしょうか。しかしこの他のポケモンも一から鍛え直してかなりの能力だという情報も入っていますよ。近頃類を見ない屈指の好カードになることは間違いありませんね。おっと、両者ポケモン選択を終了したようです。それでは早速ポケモンファイト、レディーゴー。鉄人は電気タイプのポケモンが出てくると踏んだのか、ラグトリオが先鋒だ。対する挑戦者は今までの教訓を生かし、地面にも電気にも強いナッシーが先鋒。なんとダグトリオがいきなり破壊光線。次のターン行動できなくなる技だが、鉄人何か賞賛があっての行動なのか。ナッシーはメガドレインです。やはり地面系ポケモンが苦手とする草系の技で攻めてきました。これはたまらずダウン。破壊光線で削られた体力が回復だ。予想外の展開になってきました。実質上2匹対3匹のハンデ戦ですね。鉄人ケンタロスを投入、この状況をひっくり返せるか。さあ起死回生を狙って吹雪が炸裂、効果は抜群だ。ヒットポイントを一気に半分近く削った。対するナッシーはサイコキネシスだ。リードを生かして確実にダメージを与えてきているようです。しかも特殊能力も下げたぞ。これは大きい。鉄人が不利な状況を挽回するためにエース格のケンタロスを投入してきましたね。吹雪はナッシーに有効なので正しい判断と言えるでしょう。ただ気になるのが一撃でヒットポイントを半分以下にできなかったということです。これではナッシーを倒すのにももう2ターンかかってしまいます。まずい状況ですよ鉄人。ナッシーを撃破しておきたいところです。鉄人冷静に相手の弱点を突きます。再び吹雪、ナッシーのヒットポイントがみるみる減っていくわ。ダメです、倒せません。着実にダメージを与えるためにナッシーも再びサイコキネシス。ヒットポイントがものすごい勢いで減っていく。あー、なんとケンタロス、ここで力尽きた。挑戦者鉄人のポケモンを2匹連続撃破。先ほどのサイコキネシスで特殊能力を下げられていたのが致命的でした。これで一気に流れが挑戦者に向きましたよ。さすがの鉄人もここから挽回するのは至難の技でしょう。鉄人の最後のポケモンが登場、フーディンです。鉄人に初の敗北の文字が刻まれてしまうのか。さあどう出るか鉄人。穴を掘るです。これは何とも意外な技を隠し持っていました。一方挑戦者はあとナッシーを大爆発させて一気に勝負をかけてきた。しかし鉄人のフーディンは地面に潜ってしまっています。効かない。ナッシー無念の大爆発、ここで倒れます。まさか私も穴を掘るを使ってくる以前に穴を掘るを覚えさせているとは思いませんでしたよ。確かにナッシーはかなりヒットポイントが削られていましたから大爆発を仕掛けてくる可能性はありました。もし決まれば一撃で勝負が決まるわけですからね。しかしこの土壇場で対戦相手の心理を読んで穴を掘るを仕掛けるとはいやはや脱帽いたしました。これは挑戦者に問題があるのではなく素直に鉄人を褒めるべきでしょう。しかし挑戦者のポケモンはあと2匹、他から勝てるのか。鉄人どうやらケンタロスで確実にヒットポイントを削っていくようです。さあ先ほどナッシーの大爆発をかわしたフーディンがケンタロスに穴を掘る攻撃、さすがにダメージはさほどありません。挑戦者は吹雪です。ヒットポイントを削っておきたい。
挑戦者も判断も冷静なようですね。まだポケモンは2匹残っているわけですから、確実にダメージを与えていけば勝てるはずです。先手はやはり鉄人のフーディン、サイコキネシスだ。おっ、鉄人の勝利への執念が乗り移ったか。急所に命中。あっと、なんと一気にケンタロスが倒されてしまいました。ポケモンファイトはどんなに不利な状況になっても闘志を失わないことが重要ですね。挑戦者、最後の一匹ゲンガーを出してきました。やはり先手は鉄人のフーディン。ここぞとばかりにゲンガーの弱点であるサイコキネスだ。一気にゲンガーのヒットポイントがレッドゾーンに達してしまった。形勢逆転か。あっと、しかしゲンガーはここで催眠術。しかしダメだ、フーディン眠りません。命中率の低さがあだになりましたね。さて先手はフーディンがサイコキネシス、ゲンガーかわせない、倒れた。ここで試合終了。絶望的な状況から鉄人脅威の逆転勝ち。本当に紙一重でしたね。最後は鉄人が鍛え抜いたポケモンの能力が物を言いました。挑戦者のポケモンもよく鍛えられていましたが、今一歩鉄人に及ばなかったようですね。そして途中あまりにも有利な状況になりすぎたために慎重になりすぎた嫌いがあります。ポケモンバトルでは時には鉄人のようにチャンスと見たら大胆な作戦を実行できるだけの度胸も必要です。しかし挑戦者は大健闘ですよ。さらに強いポケモンを育てて冷静かつ大胆な戦略に磨きをかければ鉄人を打ち負かす日はそう遠くはないでしょう。なるほど、これからますます楽しみなトレーナーですね。ポケモンリーグに参加するには日々の努力がいかに重要であるかを痛感させられた試合でした。それでは興奮なお冷めやらぬここポケモンリーグ公式攻略ビデオ記念特別エキシビジョンマッチ会場よりお別れしたいと思います。さて最後にポケモンスタジアムカップに使われるポケモンスタジアムの機能を紹介しよう。ポケモンスタジアムには7つの機能がある。メイン機能のバトルのほか、任天堂64でポケットモンスターが遊べる GB や優れた検索機能を持つ一覧、よりパワーアップしたポケモン図鑑など、さまざまな遊びが楽しめるのだ。最初に紹介するのは整頓機能。ゲームボーイでのポケットモンスターではポケモンの出し入れはいちいちボックスを変更しなければいけなかったけど、ポケモンスタジアムの整頓機能は簡単にポケモンの出し入れができ、ボックスごとの移動もできるんだ。図鑑機能はポケットモンスターにあった図鑑機能をパワーアップ。全てのポケモンが 3DCG に変化しているんだ。生息地も詳しく調べられるようになったぞ。GB モードはスーパーファミコンのスーパーゲームボーイと同じ機能が任天堂64でも楽しめるというもの。家でみんなが集まってポケットモンスターが楽しめるんだ。バトル機能はこのゲームのメインコーナーだ。トーナメントとバトルに分かれていて、トーナメントモードは登録されているコンピューターとの対戦が楽しめるモード。バトルは友達との対戦を行うモードなのだ。プレバスゲーム。一覧は存在するすべてのポケモンを探す機能で、探したいポケモンがどのボックスにいるかとか、ポケモンスタジアムに登録できるポケモンを検索したりできるかなり便利な機能なんだ。レベルや技なんかでも検索可能な優れものだぞ。手持ちは自分が現在持っているポケモンを詳しく確認する機能で、対戦前の状態チェックなのに便利だぞ。
登録は現在任天堂64のカセットの中にどんなポケモンが登録されているか調べたり、64のカセットに自分のポケモンのデータを登録したりする機能なんだ。ポケモンスタジアムに友達のデータを登録すればいつでも友達と対戦できるぞ。最後のポケモンスタジアム紹介も無事終わりました。ポケモンリーグ公式攻略ビデオどうだったかな。ポケモンはルールを守って楽しく遊ぼう。それでは皆さん、さようなら。最後まで見ろよ。見るべーし。いいことあるぞ。最後まで見てくれてありがとう。そんなあなたのためにマル秘情報特別公開。ポケモンファン必見の最新情報。それでは早速行ってみよう。今回のポケモンスタジアムにはいろいろな秘密が隠されているんだ。コンピュータと対戦するスタジアムモードをクリアすると、なんとあのピカチュウが水タイプのヒギ、波乗りを覚えるんだ。やり方はトーナメントモードのレベル1から30、マスターボールカップ、ファイナルバトルで戦う3匹の中にピカチュウを入れ、戦わせクリアすれば OK だ。これで波乗りピカチュウをゲット。みんなもトライしてみよう。